はい。スマホ携ージャーナリストの石川つつみです、えー。チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。えー、本日、本音でレビューしたいスマートフォン、こちらになります。はい。エ s スーの全本8になります。はい。ね、ASUS ね、まあ、シムフリー市場で、こうね、一気に人気出てきたというところがありますけども、ただね、まあ、ここ最近はちょっとね、元気なかったかなというのが個人的な感想といいますか、 一時まあシムフリー,シュー出場の時にバーッとねこうエースースねかなり売れてきたという状況ありましたけどもまあその後ねやはりこうファーウェイにコスト面でもまあパフォーマンス面でも押されてたというところがあってエースース日本どうすんのかなというふうに思っていたらね今年このタイミングでまあ全本8を投じてたというところがあります。 でね、こちらにはね、ゼーホン8フリップもありますけどもね、こちら大きさ全然違いますけども、まあフリップはね、あの、まあ従来から踏襲している、このね、動くカメラ、フリップカメラのモデルの、まあね、えー、CPU 上がった版というところだったりもしますけども、まあね、一方でこちらね、ゼーホン8に関しては、まあ日本市場に受けそうな、まあスペックといいますか、大きさに仕上がっているのかなというところがあります。 で、まずね、注目のサイズ感なんですけども、こちらね、画面の大きさが、ね、えー、5.9インチという風になっております。なのでね、まあ最近、ま6インチを超えるスマートフォンが一般的になってる中で、5.9インチ、まあコンパクトでいいかなというところがあります。でまあ私個人的に結構ね、コンパクト形態好きな、 コンパクト携帯スマートフォン、好きだったりもするので、このね、全本8のサイズ感には結構ググッときております。でね、まあ、このサイズ感、どれに近いかなというところで言いますと、まあ、日本でね、人気のスマートフォンで言うと、アクオスセンス 5G。 に結構近いいいんじゃないかというとうころがありますで実際にこちらがねアコースセンス 5G になりますけどもまあ比べてみてもね、えー、左側が全本8で右がアコースセンス 5G になりますけどねサイズ感は非常に似てるというところがあります。全本8のサイズで言いますと こちらね、あのー、高さが1 4 8リ、mm、で幅が6 8 5リ、mm、でさらにまあ厚さ、奥行き8 9ミ、mm、リというものになっております。で、重さが1 6 9ムというところでね、まあ結構ね、コンパクト設計なんじゃないのかなというふうに思います。えまあね、iPhone で言いますと、iPhone ミニがこんな形、iPhone12 ミニがこんな形になってますので、まあね、 iPhone 12 mini と比べると、まあちょっとね、大きいかなと。まあね、こちらね、5.4インチというところだったりもするね、5.9インチではまあサイズ感という違いで出てくるのかなというところです。で、ね、やはり特徴としてあるのが、ね、あの、Asus の場合ですと、まあコンパクトな筐体でありながら、 えー、スナップドラゴン 8885G を搭載しているというところなのでね、かなりハイエンドな機種になっていると、中身はね、あのかなりいい本気といいますか、手を抜いていないというところだったりもするのかなと。ね,あのそのね、アクオスセンス 5G がね、まあ、コンパクト5.8インチで似たような感じだったりもしますけども、ね、あのこちらはね、えー スナップドラゴンに関して言うと690というところなのでね、まあ、この辺の違いというのはね、多少あるのかなというところね、ね、えー、コンパクトでありながらまあ、ハイエンドに仕上がっているというところです。でね、えー、本体ずっと見ていきますと、まあ、側面こっちには何もなく、こちらには、ねえー、音量と電源、ね、スースここね。 青くなってるな特徴ともしますよで3.5のねイヤホンジャックもありますし、でした USB-C というところです。はい。でねやはり特徴なのはもう財布形態、お財布形態が載ってるというところなのでね、まああの普通に日常使いでね、普通にこうね、えー、色々と。 アメリカ関連のサービスを載せることができるというところで、ね、使い勝手いいのかなとメイン機種としても使えるというところもあります。でね、えー、あとね、あの認証に関して言いますと、はい、指でね、あの今一瞬出ましたけども、はい、こんな形でまあ、指紋認証、画面内指紋認証になったりもしますし、あとね、はい、できかな。 はい、顔認証もね一発でね起動するという形になっていますねこの素早さ、結構ね魅力的なのかなというところですし、あとはこれね、マスクをつけた状態でも、はい今見たように、録しますよ。はいこんな形で解除ができるというところなので、 今ね、外でマスクをつけて当たり前に生活してますけども、マスクをつけていても、 まあ、ロック解除ができるというところ。これね、まあ、他人がマスクつけてロック解除できちゃうんじゃないかというふうに言ってますけども、まあね、私が何人かで試すところ問題、今のところなかったかなというところなのでね、まあ、このあたり、まあ、確かに不安はあるかもしれませんけどもね、不安がある人は指紋認証で、ね。で、まあね、多少ね、えー、そんなの大丈夫かなと思ってる人は、まあ、顔認証をね、オンにしてもいいんじゃないのかなというところです。 えー、カメラ周りのチェックいきますと、はいこんな方えー、カメラはね、こちら背面に2個搭載されております。えー、640万画素の広角カメラと120万画素の超広角カメラというところ、あとね、LED フラッシュは載っているというところで、カメラの UI に関してはこういった形でね、はい、2つを切り替えるというところ、0.6倍で、ね、あとさらにデジタルズームをかけると8倍までいくという。 形になっております、はい、でまあ実際に撮影したものがこんな形ですはい0.6倍1倍、はい、でデジタルズーム8倍というところ0.6倍1倍デジタルズーム8倍というところですねはい こんな形で、まあ、ズームが効いてるというところです。はい。でね、あのー、非常にね、使い勝手はいいのかなと。私自身ね、やっぱコンパクトでハイエンドというところだったりもするので、まあ、ゲームもサクサク、使い勝手もね、やはりまあ反応もいいというところだったりもするので、私自身とても気に入っています。はい。でね、えー、もう一つね、フリップに関して言いますと、やはりね、フリップとしてね、 あのカメラが動くというところは結構面白いのかなと。背面に3つのカメラがあって、640万画素を1200万画素、800万画素といったような3つの、ね、カメラが搭載されていて、まあ、これがね、起き上がるという仕組みになっているので、まあ、これでね、いろんな撮影ができると。インカメラも綺麗に撮れますし、さらにはね、ホ、えー、リップが移動することによってパノラマの撮影と。 いったようなのも可能になったりもするので結構ねあの綺麗なカメラでインカメラパグラム撮りたいという人にはおすすめなのかなというふうにも思います全本8に関して言いますとね個性的な、まあ、機能というところはないのかもしれないですけども、まあ、スペック的には申し分なかったりもしますしまあとにかくコンパクトで片手で使えすいというところもありますのでね えー、かなりね、日本では受けそうなのかなというところがあります。まあ、価格に関してもね、えー、実際に、まあ、下のモデル、えー、8GB で 128GB のストレージだと79,800円。で、メモリ 16GB でストレージ 256GB ですと、まあ、10万8,800円といったような価格帯にもなってたりもしますので、これね、ヨドバシカメラの値段ですけども、まあ、ね、800円。 えー、スナップドラゴン888にしては、まあ、手軽な値段なのかなというところがあります。はい。ですのでね、まあ、幅広い人に、えー、いいスマートフォンに仕上がっているようにも思いますし、ただね、まあ、この先まだまだこの秋スマートフォンいっぱい出てきますので、正直ね、このタイミングでか買うかというところはね、結構悩ましいのかな。もうちょっとね、いろんな機種を見てから判断してもいいのかなというふうには、個人的には思っています。はい。以上が私からの全本8の本音レビューでした。ありがとうございました。